じゃあ場所が変わったので、はい、雰囲気も変え今度て、は雰囲気を変えて、ね、敬語をじゃあ使わないように。うん、それで行こう。使ったらじゃあペナルティーとして。あとでデコピンを。デコピン？大丈夫、気にしないで。さあ、行こう。あ、オッケー。あ、そう、ニックネーム、まず。ニックネーム。なんて呼ばれてますか？中学校では、みゆうとか、名前で普通に呼ばれてた。あと、みゆくんとか。宮本くんは？ニックネームとか。キムタクみたいなもん。ああいう縮め方。初めの2文字ずつ。ミヤシュンって呼ばれてる、自分は。宮城？なぜかね、中学に入ってから。誰が言い出突したの然？かわかんないけど、宮城？今は先生からも。先生からも宮城宮城って。友達と何して遊んでますか？カラオケ。カラオケ。最近行かないけど、やっぱり友達と遊ぶといえば繁華街に行ってカラオケ。カラオケっていうのは僕あんまりというか全然行かないから、行っても多分歌わないかなと。あ、そうなんだ。歌は好きだけど。遊ぶときは何して遊ぶときは、なんか運動してたりとか、まあ、ゲーム。サッカーゲームずっとハマってて。ゲームああ、か。とかそういうことやってるかな。趣味は？趣味は、やっぱ運動すること、運動する体こを動と。かすこと、やっぱサッカーとか大好き。スポーツ。球技がね、宮本君と苦手なん正だ。反対で、球技大好き。何でも体を動かすんだったら。大好き。いいね。ちょっと分けてほしいな、それ。じゃあ、宮本君趣味って、やっぱこれ、ピアノ。ピアノじゃないんだけど、結局音楽になっちゃうかなっていう。体を動かすのは、やっぱ音楽に合わせて動かすのは好きだし。ダンス。ちゃんとああ、丁寧こう。に言えばというか。じじゃあ、ゃあ、休みの日は何してます？休みの日あ、ごめん。休みの日は何してる？は、いや、今気づかなかったです。ナスナスナス。あ、そう。分かった。じゃあ、ペナルティ1回ね。一回。何？休みの日。休みの日。どうなんだろう。寝てたりとかするし、ぼーっとしてるし、これといって決まったことはしてないか日頃の疲れを取るっていうかね。臭いね。な。何を、ない、それは嘘嘘親父みたいなこと嘘。に。兄弟、いますか？兄弟いません。一人っ子です。いません。誰か欲しいなと思ったことある？どうだろう。お兄ちゃんお姉ちゃんよりも弟妹の方が欲しいかあ、そうなんだ。な。でも僕この頃一人っ子でもいいかななんて、一人っ子いいなって思いいい、始め羨ましいと思うよ。そう？なんかものすごく充実してるというか なんかすごくいいかなって。でもやっぱりいとこが、5人兄弟のいとこがいて、5人兄全員下で。だから、それもあって、弟。そういうのがあるからね。で、やっぱりこっちに来ると、5人も来ると、もう、大変だよ、とか、ああ、そっか思う。そっでか。も、やっぱ可愛いし、子供大好きだから。あ、そうなの？大好き。っていう年でもないよね、うちら、まだ。自分たちも子供なのね。に。あ、ちっちゃい子ちっちか。ゃい子、そう、ちっちゃい子が大好き。じゃあ、よく話す家族は？よく話す家族。ああ、どうだろう。母母にさん。よく話します。僕話したがりっていう、学校で会ったこととかよく話すんですそよ。うなんだ。あ、でもいいね。お母さんに話すってあんまりないんでしょ？でも家族仲いいですから。でも宮本君は家族とか。そうだ、あんまり話さない。両親には。だ、祖母だね。ほとんど全部話す。そう。今日会ったこととか話す。どうでもいいことでも話せる。そう。聞いてくるし、逆に向こうも。で、聞いてくれるしね、やっぱり。そのだけ。妹とかとは話さない。妹話すんだ。そうだ、妹話す。忘れてた。忘れてた。ひどいよ。ひどいよ。何？学校で会ったこととか。っていうか、妹から話してきてくれる。ああ、そっか。よく、女の子でお兄ちゃんがいると、全然話さないっていうパターンあるよね。うちはそうじゃなくてよかったなと思って。ああ、そうだね。友達が来たら、なんかお兄ちゃんは部屋に入っててみたいなことを聞いたりする。ああ、それは辛いよね。それ辛いそなれは辛いね。学校の行事だと、
修学旅行とか中学の修学旅行。あ、中学は、うん、やっぱ修学旅行はすっごい楽しかったね。どこ行った？滋賀のホテルに泊まって、琵琶湖のすぐ隣、そう、琵琶湖で遊んだ。すごいね。なんかね、班で岩場のとこに登って水がバンバン来るんだけど、そこでいつまで耐えられるかとかバカみたいなことして濡れて一人落ちそうになって水バチャーとか、バカなことしてたなーって。でもそれが面白くて。そうだね。うん、そっか。一番の思い出っていっぱいあるからな。そうだね。やっぱり運動会じゃない？運動会ね。運動会、うん、そうかな。僕高校になってから運動会がなくなったから、余計に中学の時の運動会が楽しい。そうなんだ。なんか運動は嫌いなんだけど、うん、運動会って球技はほとんどないでしょ。ない。走ったりとかする。そうそう、だから好きで、運動会は好きだった。そうだね。僕も運動会は、うん、好き、運動するのが好きだったし、あと今度高校になったら学校のグラウンドじゃなくて、競技場みたいな借りてやるんだって。そこで運動会。そこで運動会。広い、なんか 400m トラックみたいな。いや、すごいねとか言って。本格的な。だって本格的、運動会ってよりかはスポーツ大会みたいな。大会、うん、あと水泳大会もあるし。そういう感じですね。だから体動かすことって思い出残りやすいよね。うん、うん、文化祭ってどんなものだって思う？そうですね、まだ実際にやったというより見に行ったぐらいしかないから、中3の時に高校選びで何個か見に行ったわけで、だからやっぱり怖い、見た目怖いっていう感じは、文化祭自体が？なん、いや、文化祭自体がっていうか高校生が怖かった。ああ、はい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 。非常に怖かった。それはわかるよ。すごく自分がやる立場と今度なるわけでしょ、そしたらその時はどんな感じだと思う？実際どのくらい大変なのかっていうのが分かんないから、教えてくれないかなと。今危なかったね。危なかったね。ちょっと敬語使いそうになったけど、セーフ。なんか結構見ても面白いし、自分でやってて、やってたとして、で他のところ見られないぐらい忙しかったとしても文化祭は思い出に残るよね。やってることにね、楽しかった。そう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 、やってることが楽しかったりする、ね。今度は逆の立場になるわけだ。楽しみだ。ザ・ペナルティ今度分かった、はい、はい、じゃあ今までの会話の中で使っちゃった敬語文だけ1回ずつ1回ずつにしようね。じゃあ先行、はい、いきなりいきなり、いくよ。あっ、痛い、いった普通にもやっちゃった強いね。軽くポンってやった。いくよ。バイ。優しいんだから宮本。え、今一生懸命やったんだね。あれ嘘つかなくてもいいんです。という感じでした。ザ・ペナルティ以上です。